かダメって言われるかな。いや、多分いろいろ聞いてくるんだろうな、ぐらいしかわかんない。うん。そんな幼少期まで遡るんだろう。中学校の頃から聞いてきた。あそこのマンションで何かあったのか。お嬢さんもいっぱいいるから。まあね、寒い。行こう。自分も同じ状況で幼少期聞かれたら幼少期から問題あるって言われそうだな、うん、でもケイなんて幼少期もう50年の前の話だから覚えてないでしょ。どうした？でも嫌な記憶しかないからダメかも。まあそういうの結構残るよ。でも寒い。親も尋常じゃなく厳しかった。うん。もう全然学校に行って休むっていうのがなかったの。俺分かんないけどね、今接してるけど。ああいうふうになんであんなに変わったんだろうぐらい、年とともに丸くなってきたみたいな。わかんない。今の親父さんが全然わかんない。お父さんがそんなに厳しかったの。そんな怖かったんだ。うん。ただでも学校行った方がいいよ。学校行った方がいいよ。それはちょっとすごい。あ、寒い。あ、寒くね、今日。なんか歩いてくんないけど、甘えてんのか、これ。こんにちは、おいで。ラーメン食おう。最近新規で出会うワンちゃんがみんな、うん、うちの方来てくれて撫でるとみんなコテンってしてお腹見せてくるから超かわいくてたまんないんだけど。みんなひっくり返ってくれるのやばくない？ね、痩せたな俺。いいじゃん、めっちゃ痩せたの。乗ってるのってもしかして前のあれじゃねってしまう。違う、変な、どうなってたっしょ。でも何色だったっけ、黒だったっけ。ワンみたいなデザインだった。ほんと？とりあえず何ともなくてよかったけど、何の音？ピッピピッピ。何のピーピー言ってる鳥か。フーラムネ。子供がフーラムネを陽気に鳴らしてるだけでした。
からいっか。やっぱ今日肌寒いよね。下がってんの。うん？何？例年並み？あ、そういうことか。ポンデリング。ここで礼して行きましょうか。そのままなんだよ。もう帰りどこも寄らなくていいね。うん、うん、俺寒いまだ。